続いてはにわかは語る、にわかの皆さん、お好きに語ってください。ラジオネーム穴間義行。今日はギターについて話そうかな。最近の若い子はギターっていうとエレキの方を想像しちゃうのかな。エレキも悪くはないんだけど、エフェクターとかアンプで音をいじれちゃうから、まあ生の音じゃなくて作られた音になっちゃうわけ。その点アコギは、アコースティックギターのことね、うん、アコギの音はさ、嘘をつけないの。そう、自分の演奏技術がもろに音に出ちゃうからね。生の音が聞ける。同じ楽器使っても弾く人によって音が変わるし、演奏の難しさが分かると、まあ音楽の聴き方も変わってくるよ。みんなもさ、受け身の音楽じゃなく能動的に音楽楽しんでみたら。マジそう、楽器店でバイトしてるよ、もう面白くないじゃないかよラジオネーム大丈夫を気取ってます。オセロで角ばっかり狙ってるやつ三流オセロか、オセロの庭か。確かに角を狙うのは強いんだけど、初心者はそればっかりに気取られすぎ。そういうやつ相手と戦ってないんだよね。角を取ることに必死になりすぎて角と戦ってるオセロっていうのは最終的に駒が多かった方が勝ち。角を取ったら勝てるゲームじゃないんだよ。角っていうのはあくまで過程、勝つための過程だから。今から俺が言う言葉しっかり聞いててね。角に置かれた駒はひっくり返らない。だけど試合はひっくり返る。名言で角ばかりに気を取られてたら負けてしまうってこと。この言葉をしっかり頭の隅に、いや頭の角に置いておいてほしいね。結局角、結局角あげとこ。オセロの庭か、オセロ庭か、面白い。ラジオね、どうしようかな。ラッパーザキバチョフ。漫画界の天才って誰だか知ってる？小田栄一郎？手塚治虫？違う違う、漫画界の天才はただ一人、富樫義博だけなんだよね。言うな。まあ俺みたいなコアなファンは義弘を逆にして広義って呼んでる。広義って広義誰だよってなるでしょそれ。広義の良さを語るならば、間、日本の漫画どれも間を大事にしてないんだよ。でも誰だよってなるでしょ。広義の絵からは間を感じるんだよね。間があるからこそ緊張感や緊迫感が生まれる。広義に仕事しろって言ってる奴らはにわかもにわか。救済期間で次はどうなるかなって想像するのも広義の楽しみ方なんだよね。まあにわかたちが文句言いたくなる気持ちもわかるけどね。いいんじゃないか。あった誰だ、広義誰なんですか。言わねえだろ広義ってラジオネーム、起きてるし。ああ、また高いウイスキーソーダで割ってるやつがいるよ。高級なシングルモルトが泣いてる。いい？蒸留所の原酒だけで作られたシングルモルトには、その土地の水と、風土と、気候が溶け込んでるわけ。醍醐味を味わうにはストレートで飲むのが鉄則。琥珀色の液体の向こう。見えるでしょ、スコットランドの風景。もう一回言うよ。今のいいよ。言ったらいいんだよ、ね、水と風土と気候が溶け込んでるの。さあ、じゃあ一杯ご馳走しましょう。マッカランの17年、お礼なんていりません。本物のウイスキーの世界へようこそ。モグラ福蔵みたいな。酒井はもう酒といえばもうあれだもんな、はい、もうビール水で割ったやつだろ。ビール水で割るやついないですよ。かさ増しするやついないでしょ。ビールそのまま気でいきますよ。ビールなんか平子に送ってもらう。違いますって。だから先輩じゃ、先輩か、先輩は先輩、先輩は先輩。これどうなんだろう、俺よくわからない。いい、はい、MC バードマン。最近フリースタイルダンジョンの影響で MC 同士でのラップバトル流行ってんだけど、
俺みたいな昔からのヒップホップ好きにとってあんなの邪道だね。そもそもフリースタイルバトルっていうのはヒップホップというカルチャーの中のラップという括りの中の、うん、さらにその中の要素の一つでしかないの。大企業の子会社のさらにその下請けみたいな感じ。それなのにヒップホップカルチャーのメインである音源も聞かずにやれ R して強い、呂布カルマやばいって言ってんのは過去の先人たちへのリスペクトが足りてない。バトルもいいけどそれに使われるビートが誰の曲なのかも知らないと。バトル中の MC のサンプリングにも上がれないし、バトルの意義も薄れる。バトルも確かに面白いんだけど、やっぱヒップホップは音源が大事。 MC はアーティストなんだから、バトルばっか見てるヘッズはちゃんと音源も聞いてヒップホップの本来の形理解しようね。だってこれはにわかじゃないっすね。これ違うっすよ。にわかだろ。にわかだよ。こんな本物のやつ来ちゃってますわ。いや、お前がすごいっすよ。お前がにわかだから、よく知ってるわ。お前より一個上のにわかにいいように、ね、手玉取られてるだけだよ本当に。ラジオネームおまっとさんでした。歴史好きを自称している人がよく江戸時代が一番好きって言ってんだけど、江戸時代っていうのは戦国時代があるから存在してんの。その戦国時代も室町時代があるから存在してる。つまり歴史って一つの生命体なのよ。ある時代を区切ってもそこに生命の気配は感じられない。つまり歴史をミクロな視点で捉えるのはお門違いってこと。マクロな視点で歴史という生命体を捉えないといけない。歴史は一つの生命体、これ覚えておくだけで全然違うから。結局あんまよくわかんない。結局歴史のことあんま言ってない。全然違うから。お前がハリーポッターにわかが名前聞いなよ。いやいや好きですから僕は本当に。インセンディオ、うわー、これは食らいましたね。インセンディオって何の魔法か知ってんの？インセンディオは体が切り裂かれる魔法ですね。さすがに知ってんな、はい、ありがとうございます。もっと勉強しておりますので、うん、センシティブ。センシティブって英語じゃないですか。普通のセンシティブはかかない、はい、これはかかんないってこと。これはそうですね、かからないですね、うん、エクストラパトローラー。いやこれ守護霊の魔法なんですよこれ。僕は聞かないですよ。いや一回聞くじゃん。いや気合がすごいんで、声と気合がすごいんで一回聞いちゃうんですけど。ラジオネームクレイジークレイジー、今日はフランス料理。嘘つけよ、知らねえだろ。フランス料理について語らせてもらおうかな。フランス料理って高級で手を出しにくいものだと思ってる人結構多いんじゃない？でも違うんだよね。ちょっと考えてみてほしいんだけど、フランス料理の定義って一言で言うと何だと思う？美味しい食材？マナー？違うんだよ。俺が思うにフランス料理とは流れ。生命体とか流れとか。流れを持っている料理こそがフランス料理と言える。アントレから、あ、ごめんなさい、日本人にも分かりやすく言うならオードブルね。オードブルからスープ、魚、肉、サラダ、チーズ、デザート、それらの料理が一つの川のように流れているんだよね。言うならば流れを持っていればそれはフランス料理になるわけ。ラーメン食べてから餃子を食べたらそれはフランス料理。ワンカップを飲んでからサキイカ食べればそれもフランス料理になってしまうんだよね。つまりまとめると、フランス料理とは流れという概念の枠の中にある料理全体のことを指すわけ。だからみんなもフランス料理を崇高なものだと思い込まないで、自分だけのフランス料理楽しんでほしいね。そんなわけねえだろ。あげとくわ。以上です。